今日は2試合やったんですけど、2試合とも、相手のサーブが良くて、でそこ、レシーブゲームがなかなかブレイクできず、結構両方の試合ともこう我慢しなきゃいけない展開が多かったんですけど、あと我慢強くで、粘り強く最後まで戦えたのが今日2試合とも勝てた勝因かなと思います。 ITF 大会の本戦ではまだ一度も勝ったことがなくて、今年は結構、予選を上がれて本戦に、で戦える機会が増えたんですけど、まだ一勝できてないので、なんとかして一勝を勝ち取りたいなと思ってます。本戦でも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。